上里、風間光也、田中圭太です。田中のクロス、シュート、小泉、小泉よしおの今シーズン6点目で琉球が先制。前半の19分です。ここでサイドにボールを動かしたところ、やっぱりその田中圭太に対してなかなかプレッシャーいけないと、はい、かなりこう余裕を持って田中も上げられましたからね、クロスをね、はい、まあ、それに対して人数もね3人入れてますし、最終的にねこの小泉がいいポイントに入ってきましたよね。まあ、しっかりと一山超えたクロス、はい、非常に質が高いクロスでしたよね。であとはもう触るだけと、はい、素晴らしいゴールでした。田口のキック、前野が奪います。田中圭太のプレスバックで奪い返して風間光也、そして間で小泉です。スペース空いてる、池田、足元、沼田、うん、沼田、沼田、岡本、ナイスキーパー。流したターンですよね、はい、そこから一気にチームとしてスピード乗りました、はい、池田がうまくキープをしてターンをしたと、はい、愛媛としてはこの精度のこういいクロスを上げさせないことは重要になってきますね、はい、うん、かわい池田、もうかわい、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 うん、最後パス、風間光也、風間光也の今シーズン8点目で琉球が追加点です。プレーですよね、これシュートチャンスあったんですけど、ちゃんと見極めてフェイクを入れながら壁を作って、最終的にやっぱり一番可能性の高いところを選択できたと思うんですよね、うん、ここでガチャガチャっとはなりましたけどもね、はい、相手を見ながらもやっぱりこの風間光也の動きを見てたと、あとはもうワンタッチ、愛媛の中ではムードメーカーでもあり、気持ちの強さ、そしてプレーは非常に魅力的のある選手です。沼田のクロス、風間光也、いやー決めた、ヘディング決まりました、3点目、岡本届かず、まあ、ファールにならないように、はい、こう少しこうボールにアタックできたと、まあ、沼田のボールも非常にこう対空時間のあるボールで、こうヘディングをするこの風間光也が自分でこうタイミングを判断できるような状況を作りましたよね、であとはいいコースに流し込んだと。ここは池田です。で沼田が前に蹴って、ここに小泉が抜け出します。山崎が対応する。一丸、風間光也、ああいい、風間光也左足、ハットトリック、風間光也、この一丸のパスもね非常に精度高かったんですけども、この風間光也のファーストタッチですよね、相手に背中を向けている状態でくるっと左足シュートを打ちやすいところに置いたと、一気にそのコントロールで相手の逆をつきましたよね、はい、いやこれは圧巻のゴールですね、うん、風間光也自身としても本当に今日ノリノリですね、はい、うん、手つけられないですね、はい、失礼、小泉、風間光也浮かせてクロスは沼田、止まらない琉球、沼田の追加点、まあ、右はね、はい、田中圭太がいますけどもね、まあクロスを上げた風間光也に対して左サイドバックの沼田がここのボックスのここまで上がってきてると、はい、まあ、非常にチームとしてのアグレッシブさ、はい、そして厚みですよね、うん、このペナのボックスの中に今この画面だけでも4人ですから、小泉が間でボールを受けて川井に一旦預けます。右サイド風間光也空いてますが近くを選択、一丸から風間光也です。風間光也のアーリーのとこだ、池田、池田レーン、琉球が止まりません、6点目、お祭りみたいになってきましたね琉球はね。そうですね、まあ、これも風間光也からですか、ここも非常にこう精度高いですよね、この西岡の頭をちゃんと超えて、うん、この池田の元にちゃんとこう行くようなボール、はい、ボールのスピード、そして質ですよね、はい、非常に素晴らしかったと思います。442の
まあ、ブロックになってます。で田中圭太こぼれたところ、ひとみシュートを狙った。あ、クロスバーを叩いた。よく見てたんですが、ひとみここは岡本クロスバーに救われました。田中がクリアします。で田中圭太パスつないで、小野伸二、小野伸二、岡本か、山口、岡本止めて、茂木クリア、愛媛しのいだ。この小野伸二のシュートをよく触りました岡本、はい、目安の4分が過ぎています。田口が蹴ったところで試合終了のホイッスル。なんとなんとホームの琉球が6発の花火を打ち上げて大勝、勝ち点を47としました。愛媛はこれで4試合勝利がありません。